そうで、その時にちょっと半若顔できる？うん。ちょっと待って。こういう。ごめんなさい。半若顔がね、やっぱ分かってないんで。心にビタミン C 足りとんけ。心にビタミン C 足りてますかということで、今日はなんとヘアメイクでおなじみの永井香織先生に来ていただきました。やったー。皆さん、ここちゃんよろしく。永井香織と申します。これ実はですね、去年、うん、雑誌でメイクを担当していただいて、普段はもうね、2丁目と女友達からしか連絡来ないのに、もう男どもからめちゃめちゃ連絡来て、それを仕上げてくださったのが香織先生なので。香織でーす。はい、で今回は、はい、プロの視点から、うん、私が持っているものと、うん、だったりとか、あとやっぱプチプラね、はい、今ちょっと10代向けのラジオやらせていただいてまして、でそういう10代の子たちでも、まあ、手に取りやすいドラッグストアで買えるようなものだったりっていうので、うん、こんだけ買われるんだよっていうのをちょっと先生にやっていただきたいなと思いまして。いいですね。はい、わかりました。来ていただきました。ほちゃんのメイク道具でメイクさせてもらうの楽しみ。なんかね、洗ってないんかみたいな感じの年季入ってるやつもいっぱいあるんですけど、もう素のものを持ってきました。うん、はい、お気に入りなんだね。そうなんですよ。私ずっと家ベだと思ってたんです。似合ってる。ありがとうございます。なんだかなんだが、うん、韓国で旅行行った時にカラー診断してもらったら、はい、ここだけ見たらブルベだよみたいな。うん、だから完全に寄ってはいないけど、はい、いつも集めてたものがいかんせん37年間家ベだと思ってたものなんで、ね、はい、ここの色じゃない方が似合うのがあるんだとしたら、ちょっと香織先生のお借りしたりとか。ありました、もちろんです。はい、ちょうどあの雑誌の撮影の時は自分のパーソナルカラーそこまで気にしてなくって、うん、やっぱり自然とその日作る雰囲気っていうか、ちょっと可愛らしい、あの時はカジュアルな女性像だったので、はい、自然とまあピンクの中でも少しこう青めの、確かにブルベっぽいピンクチョイスしてたんだよ ね、そうですよね。あとなんといっても服、その日どういう服を着るのか、やっぱお洋服の色っていうのはあるので、そう、これちょっとイエベにもよる色か、確かに確かに、そうなんだけど、肌の色はもしかするとちょっとブルベがあるというところで、どっちかに寄せ切らない、ブルベの要素を入れつつも肌に合わせつつ、でもこの少し黄みがかったイエベのお洋服にも合わせるっていうような、なんかミックスされているのってすごく、あの、私はやっぱおしゃれだと思うんですよ。ブルベの肌にブルベのメイクでブルベの服っていう風に全部揃え、そう、それって間違いのないコーディネートだと思うんだけど、うん、やっぱり外しでミックスしていった方が私は洒落てると思うんで、絶対にそうしましょう。絶対にそうしましょう。丸のっかりします。そう、だから全部がね同じトーンじゃないっていうのも今日知ってもらえると、はい、あ、結構まとまるんだっていう感じで、条件で当てはめてた方からすると少し解放されてるかななんても思いますので、はいはい、ガチガチにしなくていいってことですもんね。そうですね、知っておくのはすごくいいことだと思うんだけどね。今日のココちゃんのファッションや、はい、ココちゃんのお顔に似合うメイク、そうなんです、いいです。今日の作戦は、まあ、ちょっとイエベ寄りのお洋服に、うん、肌は少しブルベで涼しげに作ります。涼しげ肌にブルベやイエベをミックスさせたカラーメイクっていう感じでまとめていこうかなと。お願いします。今日は掃除しながら紹介していくよ、ここちゃん。ありがとうございます。綺麗にしてから、はい、デザインの皮脂テカリ防止下地ライトブルー、ライトブルー、こんな感じで、特にテカりやすいところを中心にね、こっち側っていうよりやっぱりこの辺じゃない、内側ね、うん、だからこの辺にしっかりと伸ばして、で、はい、外側にはそんなにいっぱい乗せる必要ないから、もうスーッとフェードアウトでよくって、なるほど、しっかり毛穴とか油出るよっていうところにだけちょっと集中的な手つきで丁寧に入れます。はい、やっぱこの鼻の周り皮脂がね、そうね、出るよね、出やすいから、そうけれども、目の周りやこちら側はそんなに油出ませんから、うん、あんまり塗りすぎ注意で、はい、わかりました。これも指でやっちゃって、ね、指でやってやっていいです、はい、すごくサラッとした質感だから、うん、これもね、のんびりやってるとやっぱりこうどんどんフィットしていくから、そうですね、少しスピーディーに、はい、顎の下なんかもちょっと油出るよ ね、ここね、うん、はい、ここも丁寧に。ニキビができやすいところってちょっとテカりやすいですね。そうだね、じゃあそういう意識でニキビができるところにだけしっかりのせる、はい、あとはのせすぎない。最後ちょっと余ったもので首のトーンも少し上げたいので、これはまあ皮脂っていうよりも色をつけたいという意味で、でサラッとした下地なのでね、乾燥しやすい人はスキンケアちゃんとしっかりやっておかれないと結構サラサラになります。確かに。でじゃあファンデーション何しようか。実はファンデが、まあ、クッションファンデ、このファンデ、はい、かわいい、かわいいでしょ、これ期間限定のパッケージだったんです。これなんていうんだっけ、このクマ、ケアベアか、ケアベア、ティルティルマスクフィットレッドクッション 21N アイボリー、はい、これを、はい、ここちゃん私の方の動画でも
やったやつ、はい、これこちらのいいやつ持ってる、はい、私も大好きな、ね、ロジーローザのナイロンブラシです。ロジーローザスポンジで叩き込んでもいいんだけれども、クッションファンデって結構この叩いてトントコトントコやりがちで、はい、気づくと厚塗りになっちゃったりすることがあるじゃん。やっぱね結局顔めっちゃ浮いて見えちゃうんすよ叩くって難しいんだよね。なので今日はクッションファンデのカジュアル図鑑ということで、はい、この出た内から外に、内から外にペイント付けですね、はい、まるでこう払うような感じでスーッとこうするとやっぱりそのついているところとちゃんとこう薄くなってるところって見えるから、うんうんうん、あもう隠れたからやめとこうとか、あの判断がつきやすい、はい、でフェイスラインはそんなにいっぱい塗る必要ないっていうのも分かるし、うんうんうん、そうですね、毛穴のところに差し掛かったら、はい、出た下から上スタンプ押し、そうです、このスタンプ押しをすることで毛穴が埋まるということです、はい、そしてカバーしたいところは付け足して乾パン切れないところ、はい、スタンプのせで、はい、払うのではなくギュッと押し込むようにすると隠れるから、うん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 、例えばニキビとか肌が赤いところに差し掛かったらこうやって押してあげると、はい。マジで一生同じとこ叩いてんなってなるしこっち塗りすぎたから逆サイドもやらなきゃみたいな、そうだね、終わんねん終わんねんってなって、終わんねんね。で指で塗るのとの違いだけれども、やっぱりこの毛穴がうまく隠せたり、はい、筆ですることで、はい、であとはさっき言ったように薄くつけられる、うん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 、と密着感が出ます。あんまり涙袋のギリギリまでファンデーション塗っちゃうと目が小さく見えてしまうので、うん、そうなんだ。そうだからね、私はあんまり涙袋は、ね、塗らない。はい、うん、透明感パクミニョンやん。すごく白くなってるわけじゃないけど、うん、まあ、このファンデーション自体がアイボリーということで、はい、ちょっと黄みがかっているんですが、うん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 、ブルーを引くことでブルー目にちょっと寄せて、はい、というのが叶いますね。お粉はココちゃんご愛用のこちら、はい、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーの02です。これ03、嘘つかれたけどじゃあこれをココちゃんはどれで使ってるの、はい、いつもこの専用なかなか、はい、あの年季が入ったパフでやってるんですけど、ココ、ね、ちゃんこれさ、うん、裏側もこうやったら使えるから返しておいたら、早めに返しておいた、知ってたなのでそのようにしていただく、はい、またはブラシもいいですよ。ブラシもね、じゃあ裏返したところで、はい、新しくなりましたので、はい、こちらの方でみんな試してみてね見返せるよ。そうそう、でこの時取り方も大事、しっかり取るんだけど、うん、ぐるっとしてしっかりいろんな色をね、そうそうそう、こういうものってね、色、はい、でここでちゃんと揉んでなじませよう。そうすると色の作用がミックスされるから、はい、あれ私さコンシーラーいらないなって思っちゃってさ、やってなかった、このシミとか。ちょっと待って、じゃあ一応やるか。これがザセムのコンシーラーですね、はい、多分ね、ザセムだけだとね、このファンデーションとの境目が出そうな気がするんですね、はい、うん、なのでこれそれこそこういう時だけこの先っちょ借りまして、もらいます。もらおて、もろて、でこれももろて、はい、なじませて、うん、少しねブレンドして質感をあのファンデーションに近づけた方がうまくいく、うん、突然コンシーラーだけでファンデーションと境目なく伸ばすって難しいんだよね。いや本当に浮いて見えちゃうんですよね、そこだけ。そうだよね、結局ちょっと混ぜて、はい、ザセムをファンデーションに近づけて、うわカバー力が弱まると思いきや、やっぱ馴染むからカバー力私は減らないと思ってる。減った方がむしろなんか自然、私やっぱりコンシーラーって隠れればいいって問題じゃなくて、きちんと境目なく溶け込んでくれないもんね。それです、ダメですもんね。そうなんですよね。でさっきのじゃあもみもみしたパンね、はい、皮脂が出るところからどの程度崩したくないのかというところになります、うん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 、もう顔中ぴっちり崩したくないなら全体にのせる必要があるけれども、まあ多少大人の方とかで潤いが欲しい、残したいという人はこの辺の乾燥部位はのせなくてもいい、うん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 、あとコンシーラーをしたところも剥がれてきたら嫌なんで、はい、上からね、うん、ここも崩れたくないゾーンでは、はい、そしてなんといっても首も少し曲げてで、そのままシェーディングも入れちゃおうか、はい、トゥークールフォースクールだっけ、はい、そうですね。これはココちゃんはナチュラルって書いてある、はい、ココちゃんにさ、はい、同じロジロザのこれを教えてあげよう。はい、嬉しい、ロジロザ、うん、これシェーディングにぴったりですね、はい、斜めカットのロジロザ。今日は肌をちょっとブルーの下地を使ってちょっとだけブルベに寄せてるじゃない、はい、その時にやっぱりこっち側の色になればなるほど黄みが強いのね、うん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 、だから今肌を白っぽく作ってるのでちょっと浮きがちかもしれない。なるほど、ブルベに仕立てたことはこっち側作る、薄めの方、うん、はい、この、はい、はい、崖です、崖、出た崖を、このうちの、ね、くぼみがちょうど崖を捉えてクッと、はい、いきます。崖、崖、崖、生え際、はい、
こちゃん33ありがとうございます。これはですね33シェーディングの準備なんですけど、ここでターンして3、3、3ということで、この33シェーディング実にナチュラルに肌を削りますので、はい、皆さんにもおすすめのテクだよ。ハイライトはこのちょっとナチュラル系の光がそこまでテカリが弱い、はい、マックミネラライズスキンフィニッシュのライトスカペード、このようなブラシ、このようなブラシ、はい、実家にあったブラシこの辺コンシーラーしてるので、はい、ハイライトあんまり払わないで、ポンポン、うん、押さないと、ここで払うとコンシーラー出てきちゃう。でね、私なんていうのかな、こう C じゃなくてね、こう入れたいかな、目元からの C ではなく、うん、逆 C、 なるほど、へみたいな、うん、へみたいな、そうそうそう、へ、これなんでへで入れるんですか。うん、こうシャープに見えるかなと思う、こう顔ワイドになっちゃうけど、うん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 、こうへにした方が小さな T ね、コティ、小さなコティ、T と鼻トップ、はい、鼻トップ、これはね、いるんですよ、いるんですよね、と口上、はい、小山さん、小山です。マジでここで光を集めてくれるか、鼻がねやっぱ高く見えるんですよね。見えるよね、これマジでみんなやって、よしよしよし、うーん、うーん何だったんだこうやった時にここの乳酸なんちゃら菌、強酸乳突菌、そうだね強酸乳突菌のこの辺にここ、ね、ちょっと入れとくと、そうですそうですそうです、ちょっと入れてあげると、あとなんか鎖骨が出るお洋服なんかね、これからやります。ちょっと骨の出っ張るところ、ね、にこの実家のブラシ、はい、実家のブラシで入れていただきたいと思います。なんかやっぱり今日みたいにブラシでつけてくれることで、うん、厚塗り感も全く出ないんで、ティルティルエンドブラシね、ティルティルエンドブラシがいいかも、いいと思う、やっぱり若い肌を生かすって大事だから、みんなカバー力のあるもの好きなのもすごい知ってるんだけど、自分の素のものをね生かしてほしいですもんね。はい、この後どんどんカバーする時代来ますから、はい、続きましては、続きましてはポイントメイクなんだけど、はい、そう、ココちゃんはアイブロウメイクとしてアートメイクも入っているの で、 そうです。私はいつもあのココちゃんにはアイシャドウから入れます。 3CE のアウトフォーカス、はい、単色で使うとやっぱりそうだね、あのピンクってやっぱりちょっと怖いけれども、ブラウンあるじゃん、はい、これミックスしていくと全体的に腫れぼったくならないと思う。はい、あら、これ良さそう。これ何、はい、これも実家、これも、これは100均かな。あ、へえ、これも何年も使ってますけれども、いいね、サイズ感が。そうなんです、どこのか分かりません、はい、同じの持ってる方は逆に教えてコメント欄にお願いしますコイルいっぱいだと怖いじゃん、怖い、だから1、2、ピ、なるほど、2対1、うん、2対1、はい、片方ずつ作らないで左右同時に作っていくと、はい、左右対称になりが、なりやすい。で、途中でやっぱり目を開いて、そうです、うん、色の出方を確認しながら進行しないと、うん、閉じた時に綺麗に作っても開いたらあれ見えないとかね、うん、濃すぎたとかある、うん、開いて、はい、ピンクを感じるけどちゃんと茶色がまぶたの、まあ、腫れぼったくなりがちなアイホールに影を落としてくる、うん、で、私はそのまま、はい、出た、ノーズに出た、ノーズっていうか、もう目をこっちにこう、ね、グリーンって、そうそうそう、グーって、うちに、うちに、ココちゃんは特に目頭をいつも寄せるメイクしてるからね、はい、これ同じようにトン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 、下まぶたも、おお、その筆でいいんですね。いいですよ、ピンクの影で目の周りをぐるっと一周、うん、そうするともうアイシャドウの可愛い雰囲気と目を大きくするっていうブラウンの力、両方一緒に入ってくるのよ。一石二鳥。そうです、ココちゃん下まぶたさ似合うよね、うん、好きなんすよね、下まぶたに重きを置くの。似合う、重きを置くの、うん、私も下まぶたに重きを置くの大好き、ね、ここら辺のラメを最後に指にとって、うんうん、ラメは結構指の方が密着するかも。確かに、ブラシよりね、粉飛びしちゃいますもんね、そう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 、ブラシだったら。今ね、ここの眉下につーって指でピーって入れました。はい、次これとこれ混ぜて、はい、なんか白くプクッとさせるんじゃなくって、うんうん、影で盛ります。影盛りの方ですね、はい、これいいやつ持ってるじゃん、ロジロザです、私も好きな2本セット、はい、平べったい方で、はい、次の隙間をこの赤っぽくすると潤んで見える。あー、またモテちゃうな。そうなの、またとか、またなのよ。余ったもので下まぶたの支えもやっちゃう。余ったっていうか今これ引いて、はい、残ってるもので、はい、じゃニコリ、あ、ちょっと笑いすぎた、はい、ごめん、はい、薄ら笑いだと涙袋が出てきやすい。薄ら笑ってますよ。そうです、早いて、薄ら笑ってます、ありがとうございます、はい、で、綿棒で、はい、
ぼかして潤いがあるっていうのわかります。ウサギの目みたい。あらいいんじゃない。さらにウサギにするべくぴょん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 するべく。うちの筆はい出た。そうそうそう、丸っこい筆で、丸っこい筆で影も入れてるんだけど、はい、影の上に黒目下だけラメラメ、はい、影の強調に加えて光の強調も足しちゃう。そしてなんといっても中眼面短縮、はい、まあ、ちょっと使ってないお色もありますけれども、あの同じようにこれもラメとして持ってもいいし、はい、これも混ぜようにしてもいいと思います。そっかそっか、混ぜて使うっていうのね、はい、ね、一色使いではなく、そうそう、アイシャドウをした後にですね、はい、もうまつげを作ってしまって必要最小限でアイラインを入れます。はい、アイラインはキャンメイクスリムリキッドアイライナー01リキッドで入れますけれども、うん、あのリキッドでやっぱり入れただけではどうしてもやった感っていうのは出がちです。なのでアイシャドウでぼかしていくから、はい、今はまあいいとしよう、はい、この色で、お、出た、はい、まあ、ブラックが少しぼやけるかな、はい、どうしても黒でねこの石灰ライン入れたまんまにしがちなんだけど、やっぱぼかしまでやっていただいた方が私はいいと思うな。黒のジェルとかでもいいかもよ。あ、確かに。キャンメイクさんのクリーミータッチライナーの03、これ超優秀。いいよね、うん、黒でもなく今ぼかしたような感じの仕上がりが一発でできるか、はい、でもさ、このテクをさちゃんと毎日のメイクに落とし込んでるってすごいよね。切れ込みテク、いや、やっぱねコンプレックスなくして好きな自分でいたいんでね。わあ、素敵。メイクっていろんな技あるけど、やっぱり石灰ラインって本当に変化が大きい。印象めっちゃ変わります。うん、だからこそちょっと丁寧にはしたいところ。はい、じゃあ目尻も目を開いたまま跳ねた方が雰囲気がどう持っていきたいかっていうのは結構わかりやすい。今ハイトラインをこの色でやはりぼかしました。またこれちょっと濃い色、そのまま少し目尻三角ゾーンを埋めていく。マスカラおすすめが2つあるよ。やだ嬉しい。キャンメイクのまず1つ、はい、これ見てメタルなの。キュッと押し込んでグッグッってことか。そうそうそう、ピッとね。これはセザンヌの耐久カールマスカラのグレージュのこの色がとってもおしゃれ。おー、どっちがいい、ここちゃん。グレージュ使ったことないんで、グレージュがいいです。いいですね、はい、グレージュはやっぱり黒、茶色、その次の色としてぜひ持っていていただきたい。イエベブルベ問わず中間に位置する色だと思うのね。だし、ブラウンより単調じゃない。まつげがめっちゃ綺麗。そうなのよ、ここちゃんって。まつげ綺麗だったんだ、私。キャンポイントだよ。すると、うん、すると何かお気づきになられたようです足し算がちょっとまた出したいなってちょっと思ってて、はい、こういう風に調整していくっていうやりながらね。そうなんだよね。あ、やっぱいいや、最後にやろう。いいんかい。宴会。地肌のアートメイクはどう取る、それの上でやってる。そうです。私ね、結構眉マスカラ一番最初にやるのおすすめなの、描く前に。一回これで解くじゃん。はい、ちょ、解くの大事。解くの大事、はい、解いたら先に染めちゃいます。ヘビーローテーションの03。はい、ちょっとね、ここじゃ失礼します。いいです、少し曲げます。いいんです、全然曲げちゃってください、はい、このように曲げると使いやすいよ。へ、はい、最初にこっちの裏側からこっちに向かって、そっち、うん、裏からこっちに向かって返す感じで。そうで、その時にちょっと半若顔できる。半若顔がね、やっぱ分かってないんで。それそれそれ。そうすると眉毛の裏側って染めやすいのよ、こう立ち立つから。これ、いや、顎も自然としゃくれる。で、はい、普通にして、で、これが前。テクだな、簡単な。そうすると黒い毛を裏表上手に染められるの。そっか、いつもだから表だけだから浮いたような感じになるのか。そうそうそう、こっちだけさすって、はいはいはい、こっち黒いじゃん。でも一回半若で立てて、ね、こっち染めて、次こっち染めるの。じゃあ半若で、でもうこうするとさ、ここちゃん本当に必要なところなくって、多分こっち側だよね。そうなんです、私こっちめっちゃ好きなんですよ。そうだよね、そうだよね。薄いところだけに後から描いてあげると、前マスカラの後に、そう、描きすぎを防止できるの。ということで順番を変えること、はい、そして半若で染める、これを覚えていただきたい。順番変えて半若染め。ペンシルはキャンメイクパーフェクトエアリーアイブロウ01。アイブロッケー、アイブロッケー、チークチーク。だいぶイエベに寄っちゃってるんですけど、はいはい、たまにチークだけピンクっぽいくしたいときは指でいいじゃん、こうやってたりもします。いいと思う。よかった、せっかくこれいっぱいあるから、はい、これいいと思うよ、はい、これも実家ですか。これも、あの、基本的にどこのブラシですかっていうのは全部実家です。
これで。はい。しっとりしてるね。だから質感がいいから、多分チークにいける粉です。はい。で今日はちょっと可愛らしくしたいので、うん、キュンハートでいきます。キュンハートでいきます。はい。黒目の下、はい、小鼻のスタートのところに小さく。はい。キュン。あ、キュンキュンしてる。キュンしてる。はい、これを繰り返して左右同時に。はい。このサイズをどんどん大きくしていかなきゃいけないから、こういう感じで、はい、どん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 。最後の方になったら多少さすってもいいけど、はい、いきなりこすらないで。はい、でさでさでさ、もう待ちきれない。出た。ずっと使いたかったやつ。そうそうそう。ここにより青み感を出して、はい、これ混ぜて。どこにのせるんですか。ハートチークの本当に上の方だけでいいかな。アイシャドウチークがよりブルベにニュアンスチェンジ。持ってってくれるんだ。だから手持ちのオレンジみたいなものチークにこれをかぶせてちょっと青みに寄せる。だからこれももしかすると合わせたらそっかそっかちょっとブルベによるんだよこのチークも。そんな感じでこれはニュアンスチェンジャーとして使うのがいいと思います。二重幅っていうか目の際のところにこれ入れるとますますブルベニュアンスになるよね。見て見る。言ってる意味がわかる。ここ肌白綺麗。こことここの連動で顔なんか位置高い。そうだね。リフトアップ効果もある。そうだね。ここでリップなんですが。そうなんすよね。リップがあるんですけど、なるほど。でもポポちゃん、はい、今ね雰囲気的に上からブルベブルベできたじゃん。はい。最後はね外したいの。外したいんだみんな。分かってるか。一筋なんで。そうそう。あ。外したいっていうことなんで今作ってきたその方向性で言うと、はい、まあ、さ今日も言ってたようにそのミックスしておしゃれっていう話しました、はい、肌気持ちブルベに寄せて、うん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 、でなんとなくこの辺もブルベ、はい、で眉なんかはちょっと温かみのあるオレンジ系っていうか、はい、あったけつで、まあ、黄身ががあった感じで来ましたでしょ、はいはい、来ましたでしょそうそうそう急にまだまだごめんびっくりした、はい、ここはブルベじゃない方が可愛いと思う。ミックスって言うとその何箇所って話になっちゃうと思うんで、一箇所だけ外すでいいんじゃない？一箇所だけ外す。そう、はい、それを覚えてください。B アイドルの01。滑らかな塗り心地で、はい、潤うし発色いい。そうでちょっと大胆に上唇はオーバー目にいきましょう。はい、5本以上はリピートしてます。え、この色？これとあと最強テラコッタっていう色が好きで、すごいじゃん。可愛いんですよね。よろしくいいかな。こちゃんってさ、髪を下ろすとさ、グッと女度が上がるよね。そうなんすよね。さあ、ということで見てください。こんばんは。やっぱね、ヘアとあとこのファッションも総合してこのメイク、そうそう、肌の色のこともありましたけれども、なんだかんだ言って服ってすごい大きいからね。確かにね、みんな結構メイク習うときやっぱここの世界観でパーソナルカラーとかさ、すごく気にしてらっしゃるんだけど、はいはいはい、今日何着るってめちゃめちゃ大きいから、やっぱりここのリップをこっちにベージュに寄せてネイルとか、そこでバランスでこっちで青みっていう、なんかそのミックス感を持ちながらまとまってる、うん、トータルでね。そうだから服着てメイクした方がいい絶対。いつもパジャマでやっちゃってね。やりがちだよね。でもだってこっから上で歩いてるわけじゃないですもんね、こうやってね。そうよ、先に服を着て、はい、今日どうなりたいかっていうイメージを持って、はい、やるということが大事ということですね。そうですね。いやこれちょっと来ちゃうな連絡。今日はこういう感じで、はい、私が持っているものを基本的に使って、あの香織先生にいろいろメイクと、はい、あとヘアもやっていただいたんですけども、はい、あの香織先生の方の YouTube でも仕事のできる先輩風の先輩メイク、はい、メイクをしていただいてて、もうすごい綺麗。もう色気とはまたこの感じとは全く全然違う、はい、もう別人です、うん、双子がいると言っても過言ではないぐらいの出来なので、ぜひそちらも姉妹だったね。ね、姉妹でしたね、うん、ご覧いただいて、はい、忘れずにチャンネル登録の方もお願いします。はい、お願いいたします。今日は本当に香織先生ありがとうございました。ありがとう、楽しかった。